19世紀フランス、第二帝政から第三共和制を見ていきましょう。フランス第二共和制は1848年から52年の4年しか続きませんでした。やがてナポレオンの甥ルイ・ナポレオンが現れ大統領に当選、そして彼は1851年クーデターを起こし、国民投票によって皇帝になりました。これにより1852年からフランス第二帝政が始まり、ルイ・ナポレオンはナポレオン3世と名前を変えます。ナポレオン1世は国民からものすごく支持を得ていました。それを真似てナポレオン3世も様々な人たちから人気を得るように努めます。例えば資本家には産業を投資、労働者には公共事業を展開して、様々な人たちから人気を得ました。この彼のやり方をボナパルティズムと言います。また公共事業、道路を作ったりなど、サンシモンの影響を受けているので、馬上のサンシモンという呼び名もありました。またナポレオン3世はパリの大改造にも着手しました。セーヌ県知事オスマンに命じてパリを大改造します。当時のパリは臭くて汚い街で、道も入り組んでおり、反乱が起こった時は人々は机や椅子を投げてバリケードを築いて戦っていました。こうしたことから衛生面、治安面、交通面からパリをきれいな街に改造します。現在の凱旋門を中心に放射線状に道路が伸びているきれいな美しい街並みのパリはこの時にできました。実際1870年代のパリコミューンの際に、民衆はこれまでと同様にバリケードを作ったんですけれども、まっすぐな道路のため簡単に鎮圧されてしまいました。パリがきれいになったらお客さんに見に来てもらいたくなりますよね。ですので1855年と1867年にパリ万博が開かれました。そしてこの67年の万博の方では、徳川慶喜の弟徳川昭武が日本代表として参加しています。浮世絵などを出品しました。このように幕末の徳川家とフランスは関わりが深かったんですね。徳川慶喜はナポレオン3世から贈られた軍服を着た写真が残っています。こうした中で浮世絵がさまざまなヨーロッパの芸術に影響を与えました。これをジャポニスムと言います。ゴッホやあるいはモネのラ・ジャポネーズなどの中に浮世絵の影響を見て取ることができます。その他に1860年の英仏通商条約でフランスの工業化発展につながったり、1869年フランス人のレセプスの尽力によってスエズ運河が開通したりしています。さて、そんな中フランス国民がナポレオンという名前に一番期待するのはやはり戦争の勝利です。ナポレオン3世は人気を高めるために積極的に対外進出して戦果を得ようとしました。ヨーロッパにおいては1853年のクリミア戦争、1859年のイタリア統一戦争などでは一定の成果を上げました。またアジアにおいても中国の1856年アロー戦争や東南アジアに進出したインドシナ出兵も成果を上げました。しかし1861年のメキシコ遠征は失敗に終わってしまいます。これはメキシコに対して武力干渉したもので、現地のフアレス政権を倒してオーストリア皇帝の弟マクシミリアンをメキシコ皇帝に据えたんですが、現地の反発が激しく結局マクシミリアンが処刑されてしまいました。これに対してフランスはマクシミリアンを助けなかったんですね。この動きに対しフランス国民は、それはないだろうナポレオン3世と反発が生まれることになりました。メキシコ遠征の失敗でナポレオン3世は焦ります。そんな中1870年プロイセンと戦争になります。これが普仏戦争です。ナポレオン3世はこの戦争に敗れてスダンで降伏しました。皇帝が降伏したということで、この結果フランス第二帝政が崩壊します。フランスの第二帝政はイコールナポレオン3世の時代だったんですね。さて、第二帝政が崩壊した後、第三共和制が成立するまでの間にもいろんな出来事がありました。普仏戦争の結果、ドイツビスマルクが勝利しました。ビスマルクはフランスは負けたのだからアルザス・ロレーヌをよこせという講和条約を突きつけてきます。負けたのだから仕方がない、講和を受け入れようという人たちはボルドーに集まって臨時政府を組織します。このリーダーとなったのがティエールです。それに対して、いや講和は受け入れられない、武装解除をしてはいけないと思う人たちはパリで革命的自治政権を作ることになりました。
これをパリコミューンと言います。こうしてフランス国内は2つ政府がある状況になって意見が分かれてしまいます。フランスは分裂状態になってしまいました。ビスマルクから見ると邪魔なのはこのパリコミューンの方ですよね。ですので臨時政府はビスマルクから支援を受けてこのパリコミューンを弾圧することになりました。フランス人がフランス人を殺すことになるのです。この臨時政府によるパリコミューン弾圧を血の習慣と言います。これは日本で例えれば東京で日本人同士が殺し合っているようなもので、1871年の5月21日から28日にかけてコミューン派の死者は約3万人に及んだと言われています。このパリコミューンの影響として画家のクールベはこれに関わった角で投獄され、後彼は亡命することになります。一方思想家のマルクスはフランスの内乱という著作の中でこのパリコミューンを最初の労働者政権として高く評価しています。また当時少し時間を前後して日本の西園寺金持ちがフランスに留学しており、この時代のパリの様子を手紙に残しています。結果ティエールの臨時政府側が勝利し、やがて第三共和制が成立することになります。初代大統領はティエールでした。また1875年に第三共和制憲法が成立しました。負けて始まった第三共和制ですので、初めは不安定でした。国家転覆を狙うブーランジェ事件が起こったり、スパイ冤罪事件、そしてユダヤ人差別をヨーロッパ中に意識させたドレフス事件が起こったりします。一方お金はあり、銀行の力も強く、1889年パリ万博が開かれたり、1891年から94年の間に露仏同盟が結ばれたりします。このフランスの資本によってロシアは工業化していくことになります。また1889年フランス革命100周年を記念して、またパリ万博のシンボルとしてエッフェル塔が建てられました。このように第二帝政崩壊の後、臨時政府とパリコミューンで分かれましたが、パリコミューンは血の習慣で弾圧され、第三共和制が始まることになります。